今日は香川県善通寺市にある中華料理屋さんの方へ来ております。それでは早速入店していきましょう。どうもヤグタウンです。今日の動画で655店舗目のお店となります。そして今日は善通寺市の麺亭さんの方へ来ています。それでは空いている席に着きましょう。麺亭さんはもともと同じく善通寺市の四国学院大学前にあった中華屋さんです。2021年の2月にもともとこちらうどん屋さんがあった麺の蔵っていううどん屋さんがあったんですけど、こちらに移転してきました。はい、はい、どうぞ。あ、すいません、ラーメンセットの和風で、和風ラーメン、チャーハンのセットで、チャーハンセットで、はい、以上でお願いします。はい、待ってください。それではメニュー表をどうぞ。まずこちら、お店の屋外ですねに飾ってあった幕になるんですけど、昼も夜もお得価格ということで、単品に150円プラスで定食になります。はい、そして、ラーメンセット、日替わり定食、盛り合わせ定食と、まあ、いろいろあるんですけど、今回僕はそのラーメン定食にしました。ラーメンがですね4種類から選べれるんですよね。醤油と豚骨とあと和風、今回僕は和風にしたんですけど、和風と、あとは味噌かな、うん、この4つから選べて、でなおかつチャーハン、天津飯、唐揚げ、カニ玉、何をセットにするかっていうのが選べるというような形です。はい、ドリンクもあるし、こちらお持ち帰りもできます。お持ち帰りも対応してます。ラーメン以外のお持ち帰り OK です。冷やし中華も始まってます。店内はこんな感じになってます。小上がりになってる座敷席が3つに、テーブル席、そしてカウンター席と揃っています。ちょっとお店の雰囲気、もともとうどん屋さんっぽい名残ありますよね。駐車場はこんな感じになってます。麺麺店さんのお店の周りが、まず駐車場、第一駐車場としてあるのと、こちら横もそうです。で道路挟んであの三角形の形になってるとこ、ここも駐車場です。みんな元はどんどん餃子というところでやってた人がやってるんで、はい、ありがとうございます。いただきます。さあ、届きました。それではこちらがラーメンセット800円になります。やっぱり中華屋さん来たらチャーハンって顔ですよね。もうどうしても僕は頼みたくなっちゃいます。しかもこちらのチャーハン、あの香川のあのお店で働いてた方が作られているということで、それもまた解説していきますね。でこちらがラーメンです。4つから選べる、僕は和風スープにしました。はい、この和風っていう名前にも秘密が隠されてますので、それでは早速いただいていきましょう。それではいただきます。スープは和風を僕は選びました。お肉にかまぼこにあとネギが乗っているラーメンです。それではスープからいただきます。スープはいりこにかつおの甘くてこう綺麗に澄んだスープです。これ実はうどんだしになってます。だからこの中華麺と合わせることで、こう昔ながらの中華そばみたいな感じで、かなりあっさりといただきます。ただこれはまあ好みとして、パンチが足らないなっていう風に思ったら、各テーブルに置いてある胡椒をかけることで、もう本当一気にラーメン感、まあラーメンなんですけど、ラーメン感がすごい増します。それでは麺もいただきます。麺はストレートな中細麺です。
こう表面がすっごいツルツルしたタイプの麺で、あのすすり心地よくいただけます。スープと合わせても本当かなり食べやすいラーメンだなって思います。あのいわゆるラーメンのこのコテコテ系とかが苦手な方はこちらの和風スープめちゃくちゃおすすめです。それではお肉もいただきます。ほの甘く味付けられた牛肉で、これチャーシューじゃないってところもなんか中華そばっぽいですよね。脂身もこう程よくあって、食べたら脂の旨味もそしてお肉自体の量もある、すごいなんかお得感のあるラーメンでした。それではセットにしたチャーハンもいただきます。卵にネギにあとお肉が入った王道な具材のチャーハンです。パラパラ系で香ばしい旨味のチャーハンでした。香川では昔どんどん餃子っていうもうほんとめちゃくちゃ人気の大衆中華屋さんがあったんですけど、そちらで働かれてる方がこちらチャーハンを作ってるということで、あのどんどん餃子ファンにもおすすめです。それではお店までの移動シーンと一緒にこちらのお店の基本的な店舗情報についても説明していきます。まず店名ですが、めんめん亭、住所は香川県の善通寺市にあります。最寄りの駅は善通寺駅で 2.8 キロ程度離れた位置。駐車場はお店周りに3カ所、だいたい合計で約25台分あります。食べログの点数が 3.27 点で、Google の点数が 3.9 点となっていました。営業時間はお昼が11時から15時まで、中休みがあって夜が17時から21時までで、ラストオーダーは20時半です。定休日は毎週月曜日と火曜日になるんですが、祝祭日の場合は営業されてます。例えば月曜日が祝日っていう場合は、休みが後に火曜日水曜日っていうような形に後にずれます。そしてこの動画のエンディングの時に昨日いただいた動画のコメント一つ紹介させていただきますので、ぜひ最後までご視聴ください。ということで今日の動画を見てラーメン食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録、ラーメン好きや香川県出身の方にこちらの動画をおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。めんめん亭っていうお店の名前からあの勘違いしてうどん屋さんと間違えて入ってきたりする方とか、あと子供ラーメンが苦手な子供用にもうどんも用意されているということなので、あのうどんご所望の方は店員さんに言ってみてください。あと移転する前、四国学院の近くにあった時って駐車場実はその時なかったんですけど、今はかなり広く取ってあるので、当時から気になってた方とかもぜひぜひ行ってみてくださいということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、お願いします。はい、どうもごちそうさまでした。それでは昨日いただいた動画のコメント一つ紹介させていただきます。猫の足音さん、山小屋うどんのじゃがいも店がすごくうまかったのを覚えてます。はい、ということでコメントありがとうございます。僕ももしかしたらあの山小屋さんでいっちゃん好きなのってじゃがいもの天ぷらかもしれませんってぐらい本当めっちゃ美味しいんですよ。うん、多分動画内容に力説してると思うんですけど、まだ食べてないことない方ぜひ食べてみてください。ただお昼過ぎに行ったらあの売り切れてる可能性があるんですよね。あれ前日にいろいろ仕込むということで数量限定なんですよ。だからあの早い時間に行ってぜひじゃがいも店頼んでみてください。うどんと一緒にもちろん。はい、ということで、今日の動画もコメントお待ちしております。明日紹介されるかもしれません。それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。